羽生結弦を貪る、女帝の恐怖支配。1、アイスショー1回、2000万円。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。平将五輪の2連覇で、その人気が沸点に達した羽生結弦、23の余韻が収まらない。連覇特需を生み出す国民的スターはまさしく、打ち出の小槌。がっちり囲い込もうとする輩が出てくるのも当然といえば当然のことなのだが。もちろん五輪前からその人気ぶりは別格だったが、ソチ五輪で金メダルを取ったことで約5000万円になったという CM 契約料はこの連覇後、一気に倍の1億円に跳ね上がったと言われる。連覇に加え、安倍政権が国民栄誉賞授与を検討するとなれば、そんな高騰ぶりも仕方ないことかと、そんな気にさえなってしまうのだが、フィギュアスケート界では毎年春から夏にかけて、アイスショーが催されている。荒川静香、36が主体のプリンスアイスワールド。宇野正麿、20、宮原知子、19、などの、スターズオンアイス、あるいは浅田真央、27、友井、29、が中心の、ザ・アイスが知られたところだ。お分かりだろうか。実はこうしたアイスショーには、派閥が存在する。スケート連盟関係者が言う。だから各スケーターは、特定のショーに出演することになるんです。ハブが唯一出ているのは、ファンタジー・オン・アイス。毎年、全国5カ所で公演が行われるこのショーのチケットを取るのは至難の業として、ファンの間で争奪戦が起きています。今年も5月から新潟など5都市の公演が予定されていますが、まだ全出演者の正式発表はされていません。でも、ハブは出演することになっていますよ。ギャラは一滑り2000万円だとか、破格の金額です。あの浅田真央のアイスショー出演時のギャラが約200万円と言われていることを考えると、まさしく桁違いの待遇だ。ファンタジー・オン・アイスを主催しているのは、CIC、以下、C 社という企業。スケート連盟関係者が続ける。なぜハブは C 社主催のアイスショーにしか出演しないのか。実はハブのマネージメントをしているのは、かつて日本スケート連盟の元理事で強化部長だった白田紀子氏、71。スケート界では、女帝と呼ばれる大物です。彼女に逆らったら、ハブの CM も番組も成り立ちません。そして白田氏は現在、ハブの所属先である全日空スケート部の監督を務めています。C 社の社長は白田氏とは実婚の間柄で、C 社を立ち上げたのは彼女の後ろ盾があったからこそ。つまりハブは、女帝の管理下に置かれていると同時に、女帝の息のかかった C 社主催のイベントに出演することになっている、という構図なのだ。1回の出演料が2000万円にもなるハブがアイスショー5回に登場すれば、合計1億円。そんなスターを丸抱えしておけば、どれほどの旨味があるか。まさに、ウハウハなのである。羽生結弦プロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平昌オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。